花倉です。新助さんついでにもう一人別で動画撮りたいと思います。上岡龍太郎さんですね。新助さんと、もう一人好きなのが上岡龍太郎さんで、もちろん引退してますけど、彼、新助さんも頭いいし、知的さがうかがえるんですけど、上岡さんはもっと知的な感じがして好きでしたね。生ぐらいかちょっと忘れたけど、もう二十歳前かな、深夜番組で EX テレビっていうのがやってたんですよ。そこでリアルで見てたんですけども、一人で番組ポツンと置かれて、そこでなんか1時間ぐらいだったかな、とにかく喋りまくるんですよ。もちろんライブで、それちょっと生で見てたんですよね。ちょっと印象的に残ってたんで、そしたら今も動画残ってるんですね、ネット上に。今聞いたら余計にね、あ、すごいこと時代やってたんだって感心しますけど、とにかく話術に長けてる、もうそこはすごく魅力ですね。あと霊能力やら、あと UFO とかなんかいろいろそういう超常現象系の番組で、番組でもいろいろやり合ってましたね。面白かったですよ。確か非科学的なことは確か上岡さんの親かなんかがそれでちょっといい思いしなかったのかな。宗教か、あれは。そんな感じで反対意見を根っこに持ってる人なんですよね。でそれとの言い合いが結構見物で見てた記憶がありますね。もう口達者で知的ですから、ああいう人はね、新助さんもそうだけど、今いたら本当面白いですよね。年取っちゃいましたけど、それもね、今のテレビじゃ許されないことも結構あるんでしょうけどね。こういうあとだっけ、いろんな濃い人は昔多かったイメージがすごい強いですね、芸能界。何でもありみたいな、その本当排除したおかげで、テレビがつまんなくなったんでしょうね。それってみんなが、このネット社会になったらなおさらそういうのはあるんじゃないですか。個人の意見がそのメディアに届いたりするから、いい面もあれば悪い面もあるって感じですけど、とりあえずね、新助さんの YouTube 登場で上岡さん、上岡さんを知らない人、若い人は知らない人多いのかな、これ絶対見た方がいいですよ。面白い。ありがとうございました。穴倉でした。